多くの人に囲まれ、物々しい警備の中、ホテルを出ました。中国を訪問中の北朝鮮の金正日総書記とみられる人物を、A.N.L. のカメラが捉えました。同行していると伝えられている三男ジョンウン氏の姿はまだ確認できていません。金総書記とみられる男性は、中国吉林省吉林市内の高級ホテルに宿泊していましたが、今朝厳重な警備体制の中。 足を引きずりながらリムジンに乗り込みましたホテルでは多くの要人らしき人物の姿が見られましたが三男のジョンウン氏が含まれているかは確認できていませんこの後、同じ吉林省の長春市に到着しました中国政府首脳と会談して経済支援や北朝鮮の今後の後継体制などを話し合うものとみられます 長春市の一部地域では、すでに厳重な警備が敷かれています。